はようございます。釣り子 TV です。いやー、買いに買った、もうね、ちょっとね、必要だった小物ね、ブラックバス釣りで、春先とかに使いたいなーなんて思ってね、いろいろ買い出ししようって思って釣り具屋さんに行ったら、ちなみにね、これ上州屋ですけども、1万円超えてきましたね。ルアーとかはね、入ってないんですけども、針回りとか重り回りとか、そういった本当釣りに必要なね、小物、これをね、ちょっとね、必要なものを買っていったら、すごい金額になっちゃったなっていうことで、何を買ってきたのかね、ちょっと開けていきたいと思います。じゃあね、まずはこちらの袋から開けていきますかね。自分でもね、何買ったんだかちょっとよく覚えてないんですけども、はい、まずはこれ重りですね。エンジンのですね、こうなんだろう、スタジオ100オリジナル、高比重18ハイクオリティレアメタル進化っていうことで、これをね、ちょっとね、足りない分は買い足しとかないとなっていうことで、まずこれ7グラム、1.8グラムの、あとはダウンショット用に、これ同じですけども、ダウンショット用にこれが 2.6 グラムが2袋の、これがですね、3.5 グラムっていうことで、いろいろね、まあ、これはね、もう本当、真冬のレッグワームとかやるのに必携な、2.6 グラムのダウンショット用のね、こういう感じの進化。これをまず2つと、あとはですね、ちょっと重さが違うんですけども、これね、ダウンショットでも使えるんですけど、フリーリグなんかリグる時にも使うような、ここが I になっているタイプのもの。このシンカーをですね、7グラム、まあ、3.5 グラム、1.8 グラムっていうことでね、3つのサイズ買ってきました。これはですね、まあ、フリーリグで使ったりとか、あとはまあもちろんそのままダウンショットで使ったりとか、直リグの具にしたりとかっていうことで、春先からまあ3月ぐらいからかな、使うことが多くなるんじゃないかなっていうシンカーをね、3つ買ってきました。はい、じゃあどんどん行きます。お次はこれ、ですね、 TG グレネードっていうことで、まあ、ここがね、ちょっと開くようになっていて、後付けでですね、ピコってこう、プラグにくっつけたりとか、はたまた、なんだろう、まあ、ワームの釣りでもね、後付けでシンカーの重り、重さ調整できるよっていう、そういう感じのシンカーなんですけども、これ、お気に入りで使ってて、これがね、あ、こっちには入ってないか。まあ、グレネードシンカーが入っていて、で、あとね、あと2つ、こう、バンバーンって出しちゃいますけど、はい。こんな感じ、ね。最近ね、ちょっとね、品切れしてたなって思って、これ、浮き止めゴムですね。これ、ザップのものですかね。タイプ F って書いてありますけども、なんかね、これほんとずれづらくてね、お気に入りで、あと数もいっぱい入ってるしっていうことで、この浮き止めゴムは L サイズと M サイズってね、2つ買ってきていました。450円、450円っていうことみたいですけども、これね、ないとね、案外釣り場で困ることが多いので、買ってきました。そして、こちらも同じお店で買ってきたやつなんですけど、開けていきたいと思いますが、まず一番上にラインがありますね。はい、これ。オルトロスの、PE ラインですね。これがね、基本 PE ラインってバリバスのものを使うことが多いんですけども、これね、売ってるとこじゃないとなかなかね、店頭に売ってないなーなんて印象なんですが、オルトロスの PE ラインの、4号直径のものですね。これがね、去年ね、秋口に使っていて、非常に、強力で、あとは、使いやすいな、ちょっとね、張りのある感じの PE ラインなんですけども、非常に強くて使いやすいっていう印象があって、追加でね、一巻持っていて、まだリールにもがっつり入ってるんですけども、他のリールにもちょっと入れたいなっていうことでね、追加で PE ライン買ってきてみました。価格もね、そんな高くないんですよね。これ3200円プラス税って書いてありますけど、店頭で買うとね、いくらだったかな、まあ、2000円台中盤ぐらいで買えるんですけども、これはね、ちょっと追加で買っとかないとなーっていう、オルトロスの PE ライン。はい。
そしてお次はですね、あ、これレシートが入ってましたけども、あ、これね、先ほどのグレネードシンカーの 3.5g のものね、さっき 5g でしたけども、これ 3.5g、タングステンモデルのやつですね。これと、はい、お次は、あ、はい、これね、ホリゾンヘッドっていうね、あの、ガマカツのジグヘッドですね。これアラバマとか、あとは、海のね、カサゴ釣りとか、まあ、この手のね、ちょっと、重めで、あ、ちょっと軸が細くて、まあ、スタンダードな形のジグヘッド欲しいなと思ってね、いろいろ探したんですけども、このね、ホリゾンヘッドの 6.2g というモデルですね。これが売っていて、これ使ってみようっていうことでね、これね、今まで買ったことないんですけども、新しくね、一つ買ってみました。はい。そして、お次は、はい。またね、今度ね、これ、グレネードシンカーの 7g ですね。でね、これはね、先ほどの青いパッケージのものと違って、鉛のやつなんじゃないかな。こっちの方がね、ちょっとね、安かったんですね。あと大きくて。こっち多分鉛のもの。まあ結構ね、重さも違いますけど、やっぱり鉛とタングステンでだいぶね、サイズ感が変わりますね。まあ、これね、ちょっと 7g のものと 3.5g、あとね、さっきの 5g っていう感じでいろいろ買ってみたんですが、はい、じゃあ、次、あ、それの 5g ですね。もうなんかいろいろ買ってんな。あ、目についたもん、だいたい、ポイポイポイって入れたらこんな感じになってきちゃったんですけど、5g のもので、で、最後、はい、これ、ね、ラインですね、これ、ベーシック FC っていうことで、サンラインのですね、あの、ボビン巻きの、まあ、フロロカーボンラインですね、これの4号、16ポンドのものを買ってみました。これね、300メートル、入ってるんだっけな。これはね、あの、通常だとは、クレハの、フロロマイスターね、あれ買うことが多いんですけども、ちょうどね今ね、神田駅前にある上州屋がねリニューアル1周年記念っていうことでいろいろ安くなってるものがあった、ポイントね、5倍セールみたいな感じでやっていて、ボビン巻きのなんかね自分の好きな、太さのライン欲しいな、フロロカーボンでって思って、そしたらまあいろいろ置いてあったんですけども、フロロマイスターも置いてあったんですが、このね、ベーシック FC がね非常にお求めやすい価格で置いてあったもんで、これは買おうって思って、これね、LINE 買ってみたんですっていう感じで、はい、ずら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 ーっていうね、感じで買ってきたんですけども、まあ、モーリス、クイックチェンジャーがやたら多かった印象になりますが、その他にね、あの、ダウンショット用のシンカーとかね、本当はね、コモリプロのね、フック買おうと思ってね、行ったんですけど、ちょうど自分のね、欲しかったフックが、欠品になっていて、でもね、なんかね、気がついたら14点買ってるな。そんで19,820円っていうことでね、だいぶですね、まあ、だいぶ買ってしまったなということで、まあ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 、というわけでね、春に向けてね、こういう感じで1万円ほどね、小物を買ってきてみましたよっていうことで、こんな感じでね、小物の方を揃えております。まあ、進化はこんなところ使ってるよとかね、浮き止めゴムとか、あとね、ラインはね、本当いろいろなところに使うようにしてるんですけども、このね、オルトロス四つ編みかな、四つ編みと、あとはサンラインのね、こういった糸久しぶりに買ったんで、まあ、ここら辺ちょっと巻いてね、春に備えようということで、あとね、重りはだいぶ買ったんで、まあ、冬から使う重りもありますけど、春先にね、ちょっと活用しようかななんていうところを重点的に揃えてみました。はい、というわけでね、ダラダラと喋ってきましたけど、本日の釣り子 TV はこんな感じでね、買いに買った1万円分ね、小物を買ったらこんな感じの風になっているよっていうね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。